ちは、トレオパーズの山中です。今日はアメリカのファーストライト USA から荷物が届いたので、どんな商品が入ってきたのかちょっと簡単に紹介していきながらお送りしましょう。まずはファーストライト USA のハイグレードシリーズ、ハイグレードなシリーズ T-MAX、 こちらスタンダードのブラック、他にも LE や NV っていうモデルありますけど、基本的にこう、電池は、123A リチウム電池っていうのを2本使って、ボディは全体的にアルミボディで、重量は約 170g 電池含むってやつですね、こんな感じで。形状から分かるように、このようにスイッチパネルも上部についているので、もしもこういったハンドガンなんかと一緒に構える際に、腰からサッと出してサッパッパッと一緒にこう、ね、構えやすい形状に、で操作もしやすい、人間工学に基づいたデザイン、よく言われる、ね、人間工学に基づいたデザイン、ナイフのハンドルとかでもよくありますけど、そんな T-MAX ブラックが入ってきたり、あとはこれか T-MAX NV、 ナイトビジョン、まあ、今電池入ってないですけど、ナイトビジョンっていう暗視ゴーグルあるでしょ、それでじゃないと見えない光のモードもついてるよっていう、 IR モードとの切り替えが可能なモデルで、スイッチパネルもこのようにちょっとかっこいい、はい、そんな感じの、ね、すごい、こんなカラーの T-MAX NV、 これブレードマウント、ついている色違いのやつですけども、背面がこのように3本の爪、これをモレーに刺してギュッと最後の1枚でロックすると、ちょっと硬いな、ね、というメリック部隊必須。ちなみに通常だとこういったステンレスクリップがついているんですけど、それをこういったパーツに付け替えることによってちゃんって解除するときはこうボタンを押すとロック解除なので、このまんまモレーにつけてくるりで、こちらはまたトルクをつけてますけど、 T-MAX 用の、スリーブもついております、専用の、です。ファーストライトといったらトルク、これはとってもいいライトだ。こちら2つ、トルク LE というモデルですね。これはこちらの2つのボタンを同時押しすることで、今緑になったでしょ、そうするともう点灯が可能と。ちなみにもう1回押しとくと赤くなって、これでもうどこ押しても光らないですよと。ただ裏技で右側をねダブルクリックするとセカンド LED がちょこっとつくことができる、これはかっこいい、お気に入り。でずっと長押しをすることによって、なんだっけ、セーフティービーコンモードって言ってた、とい
という光り方もします。でだ、先日そんなトルクをですよ、私いつもこのようにつけておりまして、たまたまイベントの時に肩掛けのバッグで結構重ためのバッグをつけていたんですね。そしたら見事にこちらこのステンレスクリップが壊れてしまいました。ポキってネジから、うん、そうそう、なんか、うん、やっぱりちょっと横、最初はね、そうそう壊れなかったんですよ。そうそう壊れなかったんですが、なんだっけな、この最初はこのプレートごと外れてたんですよ。あ、取れちゃったっつって、そのたびにまあ付け直して済んでたんですけど、今回ちょっとやっぱり、ね、なんだろう、それでも3年ぐらい持ったかな。で、メーカーにお願いして、こちらのパーツのみ、うんうん、取り寄せました、うん、メーカーも、ね、優しいよね、これだけでちゃんと発送してくれる、まあ、荷物に入れてくれたんだけど、うん、だからもし、あ、俺も実は壊れちゃったんだっていう人いたら言ってくださいね。そしたら、うん、時間かかるかもしれないけど、なんとかします。ということで、トルクをはじめとしたファーストライト USA の製品、各種入荷しておりますので、下の方にリンク貼っておきますから、よかったらちらっと見ていただけると幸いです。ということで、ファーストライト USA の商品が入荷しました。っていう動画でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。